収録波。飛騨宇宙科学館神岡ラボサイエンスコミュニケーターの高千代です。今回も飛騨市で行われている宇宙物理学の研究について一つご紹介します。今回ご紹介するのは東京大学宇宙線研究所が主導する重力波望遠鏡カグラについてです。皆さん、重力は身近な存在ですよね。私たちは地球の重力のおかげでこのように地面にひっついたまま活動することができます。重力波はものすごく簡単に言うと、この重力の影響が波として外側まで広がっていく現象です。1916年にアルベルト・アインシュタイン博士によって導かれました。でも言葉で言うとなかなか伝わりづらいので、ちょっと簡単な実験をしてみたいと思います。こちらは円形の枠に伸び縮みする布を貼ったものです。これが宇宙を表現していると考えてみてください。まず宇宙の中心にちょっと重たい星を置きます。そしてその近くに少し小さめの星があるとどうなるか。こんな感じで中心の重たい星の方に引っ張られていきます。次にこの小さな星を少し速度を持たせてみるとどうなるか見てみます。こんな感じで中心の重たい星の周りをぐるぐると周回します。これが一般相対性理論が描く重力のイメージです。では重力を引き起こすこの時空の歪みは一瞬にしてできたのでしょうか、それとも時間とともに広がっていったのでしょうか。それを確認するためにこの宇宙の真ん中を指で弾いてみたいと思います。指で弾くことによって歪みが外側へと広がっていった様子が見えたかと思います。これが重力波のイメージです。でも実際の私たちが住む宇宙でこんな感じで巨人が指でポンと弾くなんて現象はあまり起きてほしくないですよね。そこでここではより宇宙で実際に起きている現象を再現してみたいと思います。宇宙では2つの星が近くでペアダンスのようにぐるぐると回っているような現象があります。これを連星と言います。観測可能な重力波を引き起こすためにはものすごく重たい星がある程度高速で回っている必要があります。そこで今回はこのような秘密兵器を使います。これは木片に2つのキャスターが取り付けられたものです。そしてもう1つ使うのがこちらの電動ドリルです。これを使うことで、連星をものすごく速く回すことができます。それではやってみましょう。わかりやすくするためにスローモーションで見てみましょう。連星が回転することで歪みが重力波として外側まで広がっていった様子が見えたかと思います。実際の重力波の効果はとっても小さいです。したがって観測可能な重力波を出すためにはものすごく重たい星が高速で回っている必要があります。具体的にはブラックホールの連星や中性子星の連星なのです。他にも星が爆発する際や宇宙が誕生した際にも重力波が放たれたと考えられています。次回は重力波をカグラでどうやって観測するかについてご紹介したいと思います。それではまた会いましょう。